今日は181ページについてお話します。ここにはガソリンを入れろと書いてありますよね。そのガソリンとは欲望です。あなたが今車だとして、それでもうまく進まないとしたら欲望が足りないんですね。欲望悪いものだと思っていませんか？ちょっと宗教的な本を読んだりすると欲望を持ってはいけないようなことが書いてありますよね。欲望を持たない方が心の美しい人間だ。これは間違いですよ。なぜそう思うかというと、欲望を叶えるときに人から奪おうとする、この性質があるから欲望はダメなものだというふうに言われていたんです。でもそもそもそういう考えは昔の論理ですよね。つまり脳が未熟な時代の論理なんです。ですから皆さんはもうすでに発達した世界に住んでいらっしゃって、自分を変えるやり方もご存知です。もし皆さんが欲望を持っていて、そしてそれが人に向かっているならば、これは確かに欲望を持たない方がいいということになります。多くの人はお母さんにそれを向けるんですね。いつも言っていますが、人生は自分で運転するものなのに、いつまでもお母さんにあの時こうしてくれなかったとか、あの時叩かれたと言ってるのは全くおかしな話ですよね。それは脳が欲望を満たすにはお母さんが必要だというふうになってしまっているからなんです。実際にあなたがもし車を運転するときに、いちいち自分の運転が下手なことをお母さんのせいにしますか？しないですよね。今あなたが運転しているならば、現在のあなたが前を見て運転すればいいだけなので、過去お母さんにどうされたかは全く関係がないわけです。それなのにそういうふうに言うから、だから欲望を持つなという教えがあったわけですね。でも本当は自分で欲望を叶えられます。ですからそれを目標にガソリンを入れればいいわけです。あなたがもし自分自身の素晴らしいお店を持ちたいならば、それを目標に掲げて努力すればいいわけですね。そしたら前だけ向いて運転できます。ということで、欲望をどんどん持ちましょう。本当は欲しいものを心の中に持っていますよね。女性だったらもしかすると素晴らしい宝石のネックレスが欲しいかもしれないし、男性だったらかっこいい車が欲しいかもしれません。それを考えるだけでワクワクするならばそれでいいんですよ。そうやって自分をワクワクさせて前に進みましょう。それにはお母さんはもう必要ありませんよね。ということで、欲望万歳ですよ。ではまた次回。